どうも、峰本です。このチャンネルでは太陽電池の科学、経済、そして未来についてお話しします。私のプロフィールは動画タイトル下の説明欄にリンクを貼っておきますので、よかったら見てください。シーズン6はこの3話構成で、前回は太陽光スペクトルと半導体についてお話をしました。今回は第2話として太陽電池の動作と透過回路についてお話しします。第2話のポイントはこの4点です。1点目は電流密度、電圧、つまり JV カーブの見方。2点目は太陽電池の透過回路。3点目はそのダイオードパラメーターの影響。そして最後に照度の影響、屋外と屋内についてお話をします。それでは1点目の JV カーブに入っていきます。この図は横軸が電圧、縦軸が電流密度で、太陽電池の出力特性で JV カーブです。特徴はある電圧以上で急激に電流が変化しています。これがダイオードの振る舞いです。ここに出力電力 P を重ねて書いてみます。右軸に電力のラベルを足しました。これをどうやって書いたかというと、電力は電流×電圧なので、 V イコール0から見ると、V イコール0なので P も0になります。原点ですね。 V イコール0から電圧を増やしていくと、電流は 0.6V ぐらいまでは一定なので、 P はリニアに増加します。そして 0.6V を超えると電流が急激に減るので P も減少します。ということで、この例では 0.65V ぐらいに P のピークが来ます。つまりある電圧で電力が最大になるということなので、太陽電池に接続する負荷、この値によって太陽電池から出力できる電力が変わります。実際に太陽電池を使用する際には、マキシマムパワーポイントトラッキング、略して MPPT と言います。日本語で言うと最大出力点追尾、これが必要になってきます。次に JV カーブから得られる太陽電池パラメータについて説明します。この JV カーブが標準試験条件 STC で測定されたものとして、まず JC 短絡電流密度です。これは V イコール0、つまり電圧がかかっていない太陽電池が短絡した状態を指していますので、この時に最も高い電流が得られて、これを短絡電流密度と言います。次に開放電圧です。これは J イコール0、つまり電流が流れていない状態ですね。太陽電池が解放されているということで開放電圧と言います。太陽電池が出力できる最大の電圧です。そして Pmax というのが最大出力電力です。これは PV カーブの方を見て、 P が最大になっているところ、電力が最大になっているところです。この時の電圧と電流をそれぞれ Vmax と Jmax と言います。次に曲線因子、フィルファクター FF です。これはこの JV カーブがどれだけ真四角ですねに近いかを表しています。式としては Vmax×Jmax、すなわち Pmax のことですね。これを VOC と JC の積で割ったものです。そして変換効率ですが、 VOC と JC の積が高効率化のポテンシャルと言われるもので、ここに FF をかけると変換効率になります。もしくは単純に Pmax を入力である 100mW/sqm で割ると効率になります。太陽電池モジュールのカタログには、FF はほぼないと思いますが、これらの太陽電池パラメータの数値が記載されています。では次のポイントの太陽電池の透過回路に進みます。太陽電池の透過回路図です。低電流源、ダイオード、そして直列抵抗と並列抵抗から構成されます。太陽電池から出力される電流を I、 電圧を V とします。低電流源からは光生成電流の IL が出力されています。これがもしもダイオードにも並列抵抗にも電流が流れない状態、つまりダイオードの両端にも並列抵抗の両端にも電圧がかかっていない状態、つまり V イコール0の短絡状態であれば IL がそのまま出力されます。
つまりこの時の IL イコール ISC です。ただ太陽電池が電圧を出力している状態、つまり V が0でない時にはダイオードにも電流が流れて、これを ID とします。この流れ具合はダイオード理想因子である N と逆方向飽和電流である I0 で記述されます。このダイオードが太陽電池の心臓部である PN 接合に対応します。そしてダイオードに並列につながっている抵抗が並列抵抗で、ここにも電流が流れることがあり、これをシャント電流とか漏れ電流と言います。例えば太陽電池の面内でボイド、穴のことですね、があって表面電極と裏面電極がショートしたりすると並列抵抗が下がって漏れ電流が多く流れてしまって太陽電池の効率が下がります。つまり並列抵抗は高い方が良いということになります。次に RS は直列抵抗のことです。例えば電極の接触抵抗とか透明電極のシート抵抗などが直列抵抗を増加させる原因になります。これは小さい方が良いということになります。よって太陽電池の出力電流である I は光生成電流である IL からダイオード電流 ID を引いて、さらにシャント電流 ISH を引いたものになります。で、項が3つしかないので結構単純です。これをもう少し詳しく書いたものがこの2行目の式です。 I が出力電流、 IL は光生成電流、ダイオード電流は I0 かけるエクスポネンシャルの Q かっこ V プラス IRS 割る NKT マイナス1で記述され、シャント電流は V プラス IRS 割る RSH となります。ここで Q が電気送量、 T が素子温度、 K がボルツマン定数です。ここで電流の絶対値ではなくて太陽電池の面積で割った電流密度に置き換えてみます。さらに J がV の関数であることを明記するために J かっこ V とすると、この赤字で書いた式になります。これで先ほどの STC 下での JV カーブとリンクすることができます。ここで仮に JL イコール JC であり、理想的な場合を考えて N は 1RS は 0RSH は十分に大きいとすると、このような単純な式になります。つまりJ イコール JC マイナス J0 エクスポネンシャル QV オーバー KT マイナス1です。だいぶシンプルになりましたね。このシンプルになった JV の式を第3話の SQ リミットの計算でも用います。さて次に実際の太陽電池の JV カーブの例を示します。太陽電池の JV カーブの例です。これは 26% を超える結晶シリコン太陽電池の JV カーブをダイオードパラメーターをフィッティングして再現したものです。これは金香さんの結果で参考文献をグラフ下に示しています。太陽電池パラメーターは効率が 26.3%、 JC が 42.3mAh/sec、 VOC が 0.744V、 FF が 0.837 です。この値になるように先ほどの簡単化する前の JV の式、この下に書いてあるものですね、にダイオードパラメータを調整、すなわちフィッティングして、このダイオードパラメータを求めました。その時のパラメータが RS が 0.32、 RSH が 1MHz、 N が 1.00、 J0 が 11FmAmpsec です。このように JV カーブがあればフィッティングでダイオードパラメータを求められるので、 PN 接合が悪いとか直列抵抗が大きいとか漏れ電流が大きいとかの分析ができます。では次にこの 26% 超の JV カーブをベースとしてダイオードパラメータを変えていくと JV カーブがどんな風に変わっていくのかを次のポイントでお見せします。